ABC 消費戦略カレッジをご覧の皆様、こんにちは。坂本光大と申します。私の講座では、こちらのホワイトボードに書いてある通り、中小企業のホームページ制作講座というタイトルで送らせていただきます。まあ、タイトルの通り、中小企業のホームページが制作できるように、私の方で、まあ、作り方をこう教えてあげるようなコーナーになっています。ホームページと聞くと、まあ、今時はもう当たり前に一般的ですけども、まあ、何それっていう方はいない前提で放送したいなと思います。まあ、いろんな使い方があるかなと思います。例えばショッピングサイトにこう買い物ができるサイトだったり、あるいはその我々のようにこうコンテンツを動画配信するというようなビジネスモデル、あるいはその商品を単純にこう紹介してお問い合わせをいただくような使い方、いろいろ使い方ってなるとこう多岐にわたるんですけれども、まあ、最低でもその自社のまあ企業案内だったり、あるいはまあこういう動画を使ったりして自社の商品のいいところというのは、まあ、PR ですね、そちらの方をできるようなサイトぐらいはまず立ち上げていただいてほしいなというような内容になります。で、まあ、我々もいろんな企業様と接する機会があるんですけれども、せっかくこういい商品があるにもかかわらず、まあ、ホームページがない、Facebook だったりソーシャルメディアなんかもいろいろありますけれども、それですらちょっとこう PR されてない会社さんいっぱいいらっしゃいます。そうするとやっぱこうビジネスチャンスとすると数がどうしても減ってきてしまうところかなと思います。そういった意味ではこういうホームページっていうのは、まあ、とりあえず立ち上げていただきたいなというのでお送りしたいなと。ただ一方でその一般的にはホームページ制作となると、まあ、自社で全部作ってしまうのは、まあ、皆さんのイメージで言うとすごい大変そうだな、あるいは外の外部の外注さんに頼んだりしなきゃいけないので非常にそのお金がかかるんじゃないかというような方が一般的かなと思います。でここでまあちょっとこうコンサルっぽいことを言いますと、外部の方にお願いをする、まあ、外注と言われることをするということは、まあ、一般的に3つお願い、何かをお願いし、3つの中で何かをお願いしているということになります。1つは、まあ、コストですね、まあ、ホームページ作るのにお金かかるんじゃないかと、まあ、自社でせっせとやるよりは安くできるという部分が1つで、もう1つは、まあ、納期ですね。自社でやってるとすごい制作に時間がかかる場合なんかは外注さんに頼んで、まあ、ささっとやってもらった方が早いケースもあります。では3つ目がまあ品質ですね。自社で作るよりもかっこいいホームページが作れるとか、そういったまあ、あと機能的に自社ではちょっとプログラムを組める人がいないから外部にお願いするといったこのコスト、まあ、納期、品質、このいずれかを外注さんにお願いしているのであれば、ホームページを外注化するというのはありかなと思います。ただ一方でほとんどの企業さんではなんとなくこうよくわからないからとか、まあ、手間がかかるからという理由で、まあ、自社のスタッフでこう更新せずに、まあ、外部にお願いしたりする。そうするとやっぱりお金というのはかかってくるのかなと。ただ実際ちょっとこちらの方に書かせていただきましたけども、まあ、我々がこう作っているこのサイトもそうなんですが、このサイト自体も実際はお金はほとんどかかってないです。まあ、手間は多少かかりましたけれども、そんな1ヶ月間張り付いてやった作業でもないです。で、まあ、じゃあすごい詳しい人間がいたのかと言われるとそうではないです。そういった意味ではお金をかけずに今すぐできることというところで、ちょうどこの、まあ、一番まんべんないところというんでしょうかね、先ほど外注さんに頼む、まあ、理由として、まあ、コスト、納期、品質ですね、これを、まあ、一定数ぐらいは自社でも賄えると、はい、わざわざお金をかけて外注に頼む必要もないですよという範囲もこのホームページという、まあ、すごいこう広いくくりになってしまいますけど、自社でできる部分というのは非常に大きいです。ただそこ分かんないからというのでこう、まあ、外注さんに丸投げしちゃったりとか、分かんない、できないから今はやらないっていう会社さんが多いので、私の講座ではもうお金かけないで、まあ、今すぐ誰でもできる範囲内でのホームページの制作というところにスポットライトを当ててですね、皆さんにホームページを立ち上げていただこうという講座になります。でこの話しますと、まあ、当然難しいとかよく分かんない世界っていうので、まあ、ちょっとこう閉ざしちゃう方も多いんですが、
一番皆さん気になるのはやっぱりこうお金いくらかかるんだろうっていうような部分かなと思います。で参考までになんですけど、まあ、当社のこの ABC 戦略カレッジの動画サイトの立ち上げにかかったコストをちょっとこちらの方にも書かせていただきました。3つコストかかりました。サーバーのレンタル料ですね。このサーバーのデータをウェブ上でこう保管してもらってる、このレンタル料が、1年間分で 16,800円、税込みです。でもう一つがドメイン取得料、これは、今このブラウザーの上のところにある abc-college.com というふうにどっかに書いてあると思うんですけど、そちら のドメインと呼ばれるこのサイトの、まあ、住所みたいなものですね。こちらが、1年間1500円で、まあ、取得しているようなイメージになります。でもう一つはちょっとかっこいいサイトにしたいなっていうところで、ただそう言っても私デザイナーではないので、デザインをプロの方にお願いし作ってもらったやつを買ったような、まあ、デザイン料というデザインテンプレート料っていうのが、これは買い取り会期1回こっきりの費用になりますけど、6800円こちらの方かかりました。で合計するとイニシャルコストで、25100円、かかった計算になります。まあ、一般的に、まあ、例えばこうショッピングモールなんかに出店したりすると、まあ、月々の家賃、まあ、敷金、礼金、出店料、内装代、まあ、いろいろこうお店1個出すとなると、まあ、一般的にはものすごいお金かかりますけど、インターネットで、まあ、自分 その会社が見える位置に出すという部分のコストとしては、非常に安いのかなと思います。で、これ加えてイニシャルコストですので、ランニングコスト、まあ、来年以降、またどのぐらいかかるのかというと、先ほどのこの年払いの部分だけになるので、今度は年間18,300円ということになります。まあまあ、そうですね、まあ、個人事業主さんで本当に、まあ、立ち上げたばっかりで、ちょっと資金に余裕がない方にとっては、まあ、難しいかもしれないですけど、一般的には、まあ、本当に会社のコストの中では、全然目立たない部分というか、まあ、十分かけられる費用かなと。で、また、このコストかけることによって、まあ、その全国に自分の会社の PR できるという意味では、非常にコストパフォーマンスも今後高くなってくるのかなと思います。で、このサイトもこの値段でできましたし、まあ、私デザイナーでもないですけど、きちんとしたデザインテンプレート、あと、まあ、ノウハウはちょっと私お教えしますので、そうすると皆さんもお金をかけずに、まあ、すぐにこのぐらい、このサイトぐらいのクオリティ品質 のサイトが立ち上げられますよと。まあ、もちろん細かいことを言いますと、このサイトにもこういう機能が欲しい、ああいう機能が欲しいとなってくると、あとデザインもちょっとオリジナルに工夫したいっていういろんなこう要望が出てくると、プロ のやっぱりこうホームページ制作会社さんとかでなければ対応できないかなと思います。ただ、そうは言っても、このあくまでこの基本となる仕組みの部分を理解して発注するのと、全く知らずに外注して丸投げっていうのでは、当然このまあ お願いするにしてもコストは変わってくるかと思います。そういった意味では今ホームページ立ち上げられてない方もこの講座見ていただきたいですし、もうすでにホームページは自社で持ってるんだけど、まあちょっと外注丸頼みになっている、本当はもっとこういうふうに更新したいんだけどちょっと自社でできてない、お金がかかってるなっていうのをちょっとこうさっとこう考えていらっしゃる方は非常に参考になるかなと思います。で一応その制作講座となると、まあ、全何回かにわたってこうお伝えしていきたいなと思うんですが、大きく、3ステージっていうんでしょうかね、で進めていきたいかなと思います。どうしてもホームページ立ち上げってなると、まあ、バータリ的にこうやってってもいいんですが、ある程度こうやってこうやってこうやってこういうサイトにしたいっていう絵を描いてからちゃんとこうパーツを用意してで作業に取り掛かるっていう方が効率的です。ですので効率的に作るためにっていう順番で進められるように講座の方は進めていきたいなと考えております。大きくはまずステップ1として、戦略ステージ、やっぱりこのホームページで何がしたいのかと、まあ、商品を売りたいのか、あるいは商品を買ってもらえるであろう人に PR をするまででいいのか、あるいはそのこういうことできますよというサービスの案内なのか、問い合わせをどの程度欲しいのか、あるいは誰を対象としているのかといった意味で、まあ、ちょっとこうマーケティング的な要素になるんですけど、
誰に何をどのようにして効果を出すホームページなのかっていうところをまず腰の部分を固めていただいて、まあ、簡単にちょっと私の方で、まあ、あのホームページちょっと、まあ、マーケティングみたいな形の内容になりますけど、どういったサイトを作ればどういう効果が出るのかっていうのを、まあ、前半、まあ、ここのステップ1であの皆さんにあのお伝えしたいなと。でこんなサイトにしたいなという皆さんの中であのきちんと絵を描いていただいてから準備ですね、ぶつ切りでこう進めていくとどうしても非効率ですし、あと工程に戻ったりする手順も出てきますので、まずはパーツですね、まあ、あのここはこうするこうするって、まあ、画像だったりいろんなパーツをまずは準備していただきたいなというところで、その準備ステージということになります。まあ、具体的には例えばこう、まあ、レンタルサーバーなど契約するんですけど、そのサーバーの内容の設定、あとこのレンタルサーバーの中にこのホームページをこう作っている、まあ、プログラムみたいなものですけど、まあ、インストールしていただいて、まあ、あの 使えるように設定するというようなちょっとこう細かい作業になります。あとまあドメインなんか取得していただくので、取得して、まあ、それをこのサイトに紐付けて設定するであったり、まあ、そういったちょっとこう細かいテーマの部分の準備というのがこちらに来ます。あとこういうあの YouTube なんかの外部ツールを使う場合はそちらのアカウント取得したりっていうので、まあ、まずはちょっとこう準備で、続いて最後にあの作業ステージと、まあこういうサイトにしたいでパーツはあの設定はした、あとはもう淡々と作業するステージあります。ここはもう淡々とですねあの打っていく格好にはなりますけれども、あの難しくないようにこの手順でいきたいなというところになります。でまあ本当まあちょっとまあ先元に戻りますけれども、やはり私がお伝えしたいのは、このまあ中小企業のと書いてますけど、実際はそのホームページまだ持っていらっしゃらない方とか、あとなかなかこう効果出せないとか、お金ちょっと外注さんになんかよくわかんないけど払いすぎてるっていう方が、じゃまずは自分でできるとこをお金をかけずに今すぐできること、この範囲内で一番こうコストパフォーマンスの高い効果を出せるというようなところを目指してあのお送りしたいと思います。ちょっとまあ最初はちょっとオリエンテーション的な感じになりますけど、次回からこの具体的なところに進んでいきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。